りの拍手をいただいて、皆様手にお怪我はございませんでしたでしょうか。始まりましたね、池谷さん。始まりましたね、桑田さん。ねえ、待ちに待ったツインズでのドクトルミキーズチルドレン、ちょっと喋れてませんけど、ね、D45 でのライブ。はい、そうです。ね、僕はもうこれに出るのがですね、はい、子供の頃からの夢でした。どんな子供やねちょっと混ぜてましてってね。それせやけど俺のネタやねそうそうそう、あの全部師匠がね習ってますんですよ、我々はイケンちゃんと私で、ツインズということで、まあ、よく見てますか。背丈ね、歯の出具合ね、よく見てると思うんですけど、年は10歳違います。そうなんです、ね、もちろん、ね、桑田さんの方が上なんでね。はい、そうなんです。池ちゃんは51歳になったんですよね。そうですね、51ですね。私は還暦で、三木先生と同い年ですからね、還暦を迎えまして、で、まあ、ライブバーとかでよく会うようになってね、それで深い仲になっちゃいましたまあ私はエイリットというユニットもやってるんですがね、最近はちょっと三宅さんという相方がいますけども、まあ、彼も結構あちこちで浮気をしてるんでですね私も浮気をしよう、まあ、僕浮気相手ですねまあみんなあちこちにね、男はこう塩をまき散らすというのが今日はあれです、私とリケンちゃんのオリジナル曲ばっかりですから、皆さんは決して一緒に歌うことはできません歌えるもんなら歌ってみてください。で、これで歌えたりもすごいですね。すごいですね、超能力者ですね、はい、そうですね、はい、歌うことはできなくてもね、すごくリズム、ね、リズミカルな曲をやりますんで、ここちょうど空いてますんでね、はい、あ、乗ってきたなと思ったらこうやって踊ってもらったら結構です、ね、昨日もライブやったんですけど、昨日一人分まで踊られた方がそうそう、びっくりしました、ね、びっくりしました、ほんまに来るんだよと思って今度はその方ね、ここで踊ってたらよかったね、この辺来てるんですよ、僕の後ろとかも来たんですよ、びっくりしたね、もう全部持ってかれちゃいましたね、持ってかれました、まあ、ありがたい話ですけどね。では、2曲目はリケンちゃんのオリジナル曲でね、仕事をしておりましたらきっとこんなことがありますよね、福島君。はい、その曲です。彼うちの会社のね、今年の新入社員もうエイリットファンに無理やりと引き継いで素晴らしい、ね、まあ、次の曲はですね、はい、私の曲で、タイトルはイージーだねという曲です、はい、うちの、まあ、会社のですね、部下が入社しまして、はい、まあ、大学卒業したての若干22、23歳の女の子なんですけども、その子が私がいつも困った顔したり、うん、どうしようとかって悩んでると、気にしない気にしない、イージーだねって言ってね、こうやって親指を立ててね、こうやって手を挙げるんですよね。で、30近く離れてる上司に向かってですね、これはないだろうとかって最初思ったんですけどもね、まあでもその子のおかげで今は、まあ、気楽に行こうやみたいな感じでね、仕事ができるようになりました、はい、そんな彼女に感謝を込めて、でまた今日はですね、はい、この会場皆さん、もうだいぶ、ね、こう肩こりとかしてきた時間でしょうから、こうやってペッと手を挙げるとですね、肩こりが取れるという、ね、音楽聴きながら肩こり取れるという一挙両得の、ね、運動をしたいと思いますいいですか、イージーだねっていうのが出てきますから、そういうふうにね、リケンちゃんがちゃんと合図します、合図しますのでね、よく見といてくださいね、はい、じゃあいきましょう、イージーだね。ちょっと大変な仕事任されたよ、忙しいなんてこと言ってる暇もないくらい、考え込む僕の横で君はいつもニコニコ笑ってる、なかなか不思議、君といると何でもやっつけられそうな気がしてくる、まるでスーパーマン、リアルドドラマ、どんな悪者でも疑ってこいよ、いつも君はイージーだねと言って僕のことを勇気づけてくれる、そんな君を僕は頼りにしてる、君といれば心は逆に引き、なんだかんだね君といるといつも何かうまくいっている、
て親指立てて君がこう言うのさ意地だねここで今はなんかやりましょうね。人生のチューニング中ですって。でこれをまあ言うたらもっと早くしときなさいって言われました。もう遅いわ、これぐらい好きやんわと思ってね。では次の曲は最新曲ですね。あの8月に私あのお盆休みの会社で撮らせていただいてですね、その時に作った曲なんですけど、この中にもあのペット飼われてる方がね、ネムさんは猫ちゃん、ミキさんも猫ちゃん、リケンちゃんはウサギ、ウサギですね。ね、そうですね。でコミちゃんはワンちゃん、うちもワンちゃんを飼ってましてですね。まあそういうあのペットと飼い主のことをまあテーマにね、まあ、曲を作ってみたいなと前々からまあ思ってたんですけども、なかなかこの曲がすぐにできなかったんですけど、お盆休みにふとですね、10時ぐらいから詞を書き始めて12時ぐらいに詞ができてですね。でちょっと昼ご飯を食べて2時ぐらいから曲をつけ出して4時半ぐらいにはできたので、まあ、割と早いペースでですね曲ができたんでございます。でまあそれをやって、まあ、ペットねワンちゃんは飼い主をどない思てんねやというね目線でちょっと作ってみた曲をチーズバージョンでやりたいと思います。瞳に映る君という
ご飯の時間だ。それ急げ、ちょっと高めのドッグ風、大好きな煮干しのトッピング、最近なんだか少ないな値上げのしわ寄せは、ご勘弁。朝も昼も夜も雨の日も風の日も、僕は君を見上げてる。瞳に映る今日の君は、なんだかとても疲れてる。会社でまた怒られた。ちょっとは黙ってほしいけど、しばらくそっとしといてあげるかな。朝も昼も夜も雨の日も風の日も、瞳は君を見上げてる。僕は君の、僕は君の、僕は君のご主人様。コメちゃんさんとこの検証なんでしたっけ？学生一緒でしたっけ？おいくつですか？12歳。あ、ほぼ一緒。うちね、うちの子は9月30日で13になりました。女の子。あ、一緒ですね。そこだけで言うてない。そういうことでございます。瞳に映る君ということでした。はい。では、ここは南本町の D40。ね、南の町、谷町線とですね、境筋線がこう交わっておりますけども、ではそんな場所にちなみまして、次の曲は四つ橋筋の歌を。これはですね、私は営業部でございまして、リケンちゃんは内勤ですね。そう、内勤です。はい、私は外回りでございましてね、今日は部下が来てますからね、あまりうかつなことは言われへんけどね、まあふらふらと私は人のでございますよ。朝会社を出て夕方帰るまで。で、私の取引先がね、四つ橋筋の沿線に業者あるんですよ。西梅が、肥後橋、本町、四つ橋、難波、一駅ずつにお取引先があるんでございます。で、まあ今頃の気候のいい時はこうよくね、電車乗ってたら結構ね、あれやから歩くんです。割と駅の区間も短いのでね。で、ある時、肥後橋と本町の間にあるうつぼ公園という公園があるでしょ。ちょうどその横歩いておるときにですね、肥後橋のお客さん終わって次は本町のお客さん行こうとして歩いてたんですよ。ほんならちょうどうつぼ公園のところでですね、歌の歌詞が天から降りてきたんですよ。もう歌の歌詞が降りてきたら、歌を作られる方は分かると思いますので、すぐに書き留めるか何かしないと忘れますから、私はチュパッと顔を上げたらですね、この四つ橋筋の向かいにミニストップがあったんですよ。ミニストップはイートインコーナーがありますから、すぐそこへ入ってこの歌を作らなあかんということで、で会社へ電話して、
今日は帰れませんと。まあ福島からしたら言わんよ。で、その歌を作った曲を今からやりたいと思います。営業マンがサボってる曲です。四つ橋筋の寄り道ウォークという曲を。この道が好きなんだ、ひたすきのウォークと、いつも夜にゆっくりと未来へ歩く。うつの公園が呼んでいる。寄り道にはちょうどいい午後。よく似たサラリーマンが吸い込まれてゆく。スタバの角を曲がり、高速道路の下をくぐる。雨村はいつも虹がかかってる。角っこにある楽器屋さん、中からギターだけ招きしてる。なんだか今日は寄り道ばかり。歩いてきた人生はやっぱり寄り道もしたけれど、背中も摩天楼が小さくなってゆく。新しいカフェができてる。堀江は浜田割り、昨日まで飛べなかった飛び箱が飛べるようになった。日のことなぜか思い出しながら、四つ橋筋の南へ歩く。歩いてきた人生はこんなに、まっすぐじゃなかったけれど、やっぱりこの道が好きなんだ。いいことと悪いこと、必ずどちらも同じ数、歩いてきた過去とこれからの未来、それもきっと同じはず。そんなことを思いながら、四つ橋筋を南へ歩く。四つ橋筋を南へ歩く。5日間働いてね、月から水ぐらいまでをちゃんとしてるからね。そこのところね。では楽しい時間はあっという間に過ぎるものでございます。ツインズの曲も残すところあと13曲となりました。早いのかいこれはね。お待たせしました。最後の曲です。お待たせしましたというのも、ね、待ってましたというぐらいだからね、聞こえますけど、最後の曲です。ご存知の方はご存知と思いますし、ご存知でない方はご存知でないと思います。
引き屋さんあんまり喋ってないから喋りますか。いやもう今日桑田さんに任せてます。いや今日もです、ね、今日ね、私はあの旅行会社にね勤めておりまして、まあ、旅行会社の代表的な仕事というのは添乗員という仕事がねございまして、さっき安藤さんが南紀の本八丁目ラプソディ、そのラプソディっていうのはね私のこの添乗員の歌から取られた題名をね言うことでしたけど、まあ、添乗員行きますと、まあ、いろんなお客様がおられてね、またあのいろんなトラブルが起こるわけでございます。まだお客様にもいろんな方がおられますので、でまあ、海外なんか行きますとね、一番困りますのがね、やっぱり自分も初めて行く海外というのがあるわけですよね。初めて行く国でもやっぱりそこは初めてで言えない、ね、何遍も来てるんですってな顔をして内心ドキドキしてるというのがよくあるわけなんですけど、でまあ一番困りますのがホテル夜中ね、お客様から部屋電話がかかってくるんですよ。夜中どないしたんかな、何事かな、緊急事態かなと思ってこう電話を取りますと、しょうもないことや、明日の朝まで待てや、そんなことは言えないですからね。どうされました、寝もたいのを我慢している、大概明日の朝でも十分こと足りるようなことをお客様夜中にかけてこられます。そんな思いを続けたツアコンラプソディという曲、これでツインズをお別れしたいと思います。ありがとうございました。長い長い一日が終わろうとしている、明日も穏やかでありますように、部屋の明かり落とす望みを胸に目を閉じる、静寂を切り裂く枕元の電話、明日の出発は何時、トイレの水が流れません、スマホの充電ってどうするんですか、スーツケースの暗証番号忘れてしまいました、添乗員さんすんません、日本って今何時ですか、頼むから寝させてくれ、バリは何回目ですか、3回目です、本当は初めて、右も左もわからない、初めての国は3回目、2回行ったら5回目、3回目の国は1年住んでました、行きは夕日、帰りは夜、景色なために入らない、みんなの夢を叶えるために、今日の世界を駆け巡る、飛行機飛ばない財布を積まれた、お腹が痛い、飯がまずい、天気が悪い、荷物が問われた、全部言ってみ引き受けましょう、僕は天井でも行かなくなりません、なんか国語も喋れるんですか、英語もろくに喋れません、身振り手振りと度胸と張ったり、初めての空港、僕は先頭を歩く、みんな後ろをついてくる、僕が止まればみんなも止まる、
ちらで行くかわからない行きは言う帰りは言う景色なんか目に入らない旅行なんか好きでなくていい人間が好きならそれでいい暖炉がいないタバコが吸えない響きがうるさい海が見えない部屋が臭い座席が離れた全部ミステリー引き受けましょう僕は天井に全部ミステリー引き受けましょう僕は天井どこに来るの小学生ってから思ってました。